グレーティングが違うの、もっと良くなったんだから、これグレーティングがこうしてるやつでしょ。あ、ここ欲しいですね。ということで、今日のシステム、ね、周年システムは、3000円で飲み放題です。引くのが来たら途中どこかに退店されて、再入店も、料金は変わりませんね。ということで、どんどん歌を言っていきますけれども、もしなんかね、あ、こういうの出たいよということがあればね、早めに言ってください。はい、ということでね、ドライフラワーね、なんか今風味さんが、ドラムを練習しているということだったんでね、多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人しかちょっとゲップ出そうだったけど、ごめんごめんね、はい、それもライブやじゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた、きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばっかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっと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 色あせる。君じゃなくてよかった、もう泣かされることもないし、私ばかりなんてこともなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もうパッと見たくないからさ、変に連絡してこないでほしい。都合がいいのは変わってないんだね。返事できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも、多分今も嫌いじゃない。時間が経てばきっと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 いい。
月明かりに魔物が揺れる。きっと私もどうかしてる。暗闇に色彩が浮かぶ。高き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた香る。アコギ山口さん、ドラム風味、キーボード一丸さん、あとエレキベースが一応空いてます。あのドミタイさん乗ってもらって結構です。アコギは僕のピックアップついてないですけど、あれジャムスこういうのかな、した方がいいんじゃない。とりあえず、なんか、時間が結構美味しいから、ありがとうございます。メガはご覧になってます。あるG のカポ1って、ね、A フラット G シャップ、それ合ってますよ、 A フラット G シャップですね、はいはい、大きいよ、ピアノ大きいね、大きいですね。今日お家であいみょんと一緒にセッションしてきたんだけど、しとったんじゃん、はい、最初は